1860年市村座、三人、吉蔵狂は発害大川端の馬能将吉蔵を演じる商談次三代目報告作四代目、市川将、段次一月慶応二年五月八日は、幕末の歌舞伎役者、陽名は栄太、また栄次郎とも、拝名は米将、野号は高島屋、縄文は三将。1812年、商談次は、 伊豆国鴨郡群建高村に米蔵という妖名で生まれる。父は谷沢三之助、母は桜井金。しかし三之助が早くに亡くなったため、金は江戸へ移り住み、市村座の雛は売り高島屋栄蔵と再婚し、日本橋で暮らす。魚とんや本木屋に奉公するが1820年、母の失踪が元で職を去り、芝居の世界に入る。 翌1821年3月、市川立倉、または七代目、市川團十郎の門人となり市川米蔵を名乗り、伊勢松坂から名古屋方面の子供芝居に出演した。ジップと別れ孤独の中で修行する。1829年、または1832年8月市川米、年、十郎を襲名した。金沢、名古屋の工業から大阪の中牛芝居に出演する。 1842年秋、先輩格の俳優に蹴飛ばされ、はしごから転落する、事件が起こる。このため一座を退座し、今に、舞台で見返してやると発分。義大右狂言の所作をみっちり仕込まれ、二代目、小野民多美嵐三五郎、小野松六など、中芝居の名人神手たちに支持する。特に多美からは懸念を教えられ彼の芸の財産となった。この頃、 義経千本桜、四の切れで、狐中心を務めたとき、太夫の伴奏者の三味線の銅から抜け出すケレンで、好評を得たが、後眼をすりむいて、負傷しばらく休場という逸話が伝わっている。文字通りの体を張っての演技は周囲に認められ、三代目、中村歌右衛門の死後、次の大看板を求める、劇場関係者にとって有望な若手と映った。次第に、 大きな劇場の出演依頼が来るようになり、長い期間の苦労が報われる時が来た。この大阪の米十郎時代が名優賞、段次の芸を作り出す時期でもあった。1843年、折からの天保の改革の煽りで江戸所払いとなった師匠の旗や十三が来坂、その庇護を受け、1844年春頃、 大阪格の芝居で四代目市川賞、段次を襲名する。京成石川染の、八つやたびの立ち回りが大好評となり、この時共演した五代目、市川段蔵からも賞賛を受ける。こうして、人気と実力をつけた賞段次は、万を持たして1847年に江戸に下り、大阪仕込みの懸念や舞踊で人気を集める。百五十一年正月、石川五右衛門の、 くずかごけや中乗り、八月の東山桜、創始の桜総合、八代目市川段十郎と組んだ千八百五十三年の与原市上浮き名横串での観音球児など、次々と当たり役を出していった。小柄で、功績も悪く、鬼瓦と揶揄されるほど、風彩の上がらない要望だったが、天性の運動神経と魔剣気、そして研究熱心さなどを武器に、 努力と工夫を怠らず着々と実績を積み、八代目、團十郎の死後、師匠筋の市川宗家の貢献人として、九代目、市川團十郎が、初代、河原崎権十郎だった頃の指南役を務めるなど、名実とも江戸を代表する役者となった。1854年3月、江戸河原崎座の、都取り来るわ並みで、商談次は二代目、河竹新七と出会う。 以降、商談次、新七の提携による一連の演目が創作されてゆく。主なものになどがある。これらの作品には、当時の騒然とした世相を反映して、白波者が特に多い。商談次は盗賊を、次から次へと務めたことから、白波役者、果ては、泥棒商談次などと、あだなされたほどだった。しかしそうした盗賊も、 大泥棒でなく、姿勢の片隅に生きる人間臭い盗賊だった。研究熱心な商談次は、様々な工夫を凝らし、名もない人々の喜怒哀楽を、心挟まの演技で努めた。彼が、終端上で、熱演のあまり泣き出すと観客までももらい泣きを、するほどだったという。木弥は、そんな商談次の柄に合うように優れた作品を、作った。また、旧作では、 漢人町の富樫や、仇内殿下茶屋、厚むの安家、元江門、吉継千本桜、吉野山の狐中心、絵本大光記の光秀、菅原伝授手習い館、寺小屋の松尾丸などを得意とし、伊達娘恋比嘉の子では、娘役の八百屋を七を人形ぶりで演じ、その可憐さに観客を驚嘆させた。舞踊の技能や、早変わり中乗りなどのにとどまらず、立役、 ふけ役、おやま、かたき役などどんな役でもこなす演技力をつけていた。当時の流行歌には、二が、ほは報告、役者やは、商談自敗を当時作詞やは、皆さん、川竹、ひいきは大祖、大祖とあり、役者への三代目、歌川報告、作家の目網、役者の商談次は、江戸この人気を集めた時の、ご三や的存在だったことが伺われる。 更新の指導にも熱心で、九代目、市川段十郎、五代目、小野駅菊五郎、七代目、市川段蔵など明治の名優は多かれ少なかれ、商談次の影響を受けていると言って差し支えない。1866年3月、北町奉行所より、近年、世話狂言、人情をうがちすぎ、風俗に関わることなれば、 以来は万事濃くなく色気なども薄くするようという趣旨の申し渡しが劇場関係者に下された。商談次は森田座で船田込み橋勘白波のいかけの松五郎に出演中、体調を崩して自宅で静養中だったが、この時のことを親友の木阿弥はと記している。文字通りの紛失であった。辞世の句は、ほとときすみ果ての夢を覚ましけり。母書は池上本門寺。 実施に、大阪で活躍した初代市川右段次と、明治に活躍した五代目市川章、段次。養子には、明治の名優初代市川佐丹次と、初代市川康次郎がいる。性格は近言実直で、し素な服装を通し、道行く誰にでもきちんとかぶっていた傘を脱いで挨拶をした。楽屋でも、 充面をして布団も敷かずに正座し続けており、実施の行儀が悪いと横面を張り飛ばしたというほどであった。感が強く、最後を早めたのもそのせいではないかと見られる。少年時代から苦難を体験してきたので、自然と内向的な成功になった。妻のおことは男まさりの女傑でよく家をまとめ、夫の成功に尽くし息子たちを一人前の役者に育て上げた。 商談次は帰宅すると、いつも、舞台のうっぷんけ人にぶつけて八つ当たりする。しかし面と向かって注意することもできず、皆で困っていた。思い余ったおことは、ある日、商談次の眼前で顔色一つ変えずに、夫が大事にしていた鉢植えを叩き割る。さすがの商談次もこれには参り、すごすごと引き下がったという。おことには、こうした女上部の逸話が多く、 国定忠治のかけなどと噂されていたという。出生の河津長剣高神社には、商談継ぎ、佐談寺、古談寺木造の引幕と、商談次寺記伝と言われる三番層が残る。ありがとうございます。